ジェラルド・バトラー主演、ディーン・デブリン監督、インデペンデンス・デーが、天候を操る気象コントロール衛星の暴走が地球に引き起こす超異常気象を書いた、人々の想像をはるかにしのぐディザスターアクション対策、ジオストームが2018年1月19日金に全国公開となる、その日本語吹き替え版声優の豪華キャストが発表となった。主人公の優秀な科学者で気象コントロール衛星の開発者、ジェイク・ローソン役、ジェラルド・バトラーに俳優の上川隆也、ジェイクの弟で国務省職員のマックス役、ジム・スタージェスに俳優の山本浩二が決定兄弟でありながら正反対の性格で、互いに敵対しながらも協力して地球の危機に立ち向かう兄弟を演じる上川は、洋画実写での吹き替えは初めてで、名実兼ね備えた実力派俳優の兄弟役が実現し、吹き替え版への期待度が高まる。さらに、山本が吹き替えを務めるマックスの恋人で、女性シークレットサービスエージェントのサラ役、アビー・コーニッシュには、なんとブルゾンチエミが大抜擢。今年大ブレイクを果たし、お笑いだけではなくドラマ出演など多方面で活躍するブルゾンが挑戦するのは、素晴らしい美貌の持ち主でありながらも大統領の緊急事態には男性顔負けの銃さばき&カーチェイスを見せるスーパーキャリアウーマン。35億ならぬ、70億人の命を救うため、ジェイクら科学者たちによる宇宙班と、マックス&サラの地上班は共に地球を守り、